同行するのはイクセル君なのね。私店にちょくちょく行ってるのよ。へえ、そうなんですか。あれ、ロロナはうちで会ったことないのか。結構常連だぜ。まあ夜に酒飲みに来てるからそうそう会うことはないか。でも大丈夫、料理人なんでしょ。危ない目に遭うかもしれないわよ。へへ、俺を舐めないでもらいたいね。食材集めにあちこち出歩いてるんでね。それよりそっちこそ大丈夫なのかよ。見た感じあまり外を出歩いてる感じがしないけど。それはお姉さんの実力を見てから言ってもらいたいわね。結構やるみたいだな。よし、燃えてきたぜ。ロロナ、早く行くぞ。ああ、もうまた勝手に飛び出してくんだから。